石西諸国の自然再生協議会はよくある役所と有識者の会議ではなくてですね、いろんな企業や団体、個人の方も含めて、多様な関係者の皆様のご協力を得ながら一緒になって、地域の自然再生を進めていこうというものでございます。150に近いですね、多くの皆様のご協力を得てこれまで、20年近い活動がなされてきたことに改めて、感謝を申し上げたいと思います。今回の協議会におきましては、先日来開催されてきました各部会ですとかワーキング等でですね、どんなことが行われてきたかという活動報告のほか、特に今回石垣市さんが新しく町内連携の取り組みをされたということで、これも先ほど申しましたように幅広い立場の方が一緒になってやっていく必要があるこの自然再生の中では非常に大きなことだと思っておりますので、その取り組みにつきましてご報告をいただきますほか、実は2017年のことなんですけども、環境省の国際珊瑚礁研究モニタリングセンターですね、パラオ共和国のパラオ国際珊瑚礁センターで、一緒になって協力してやっていきましょうという協力関係を結んでおったんですけども、実はそれはちょっとご承知のようにコロナの関係もあったりして、少し順調に進んでなかったところもございますので、改めて、活動協力活動を再開していく第一歩としてですね、今日はオンラインで、そのパラオの国際珊瑚礁センターの方つないでいただいておりますので、活動報告をいただきたいと思っております。また協議会全体としてですね、大きな今年度の節目といたしましては、ご承知のように、この行動計画ですね、5カ年の行動計画を作ってそれにのっとってやっているところでございますけれども、現行の行動計画が2023年今年度までということになっておりますので、これを見直す必要がございます。で、これまでも各委員の皆様方に活動の振り返りですとか評価シートの提出などをしていただいているところでございますけれども、これまでの5年間の成果と課題を整理してですね、今後の次期行動計画をつなげていくためにどういうことを重点的に取り組んでいくべきなのか、休憩挟んだ講談ではそのグループディスカッションをしていただきたいと思っております。限られた時間でございますし、一部オンラインの方もいらっしゃいますので、進行にもご協力いただきつつですね、短い時間でございますけれども有意義な議論をいただければありがたいと思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、沖縄総合組局那覇港湾運航整備事務所島川所長よりお願いいたします。皆さん、事務局のですね、一角に参画しております、沖縄総合事務局那覇港湾運航整備事務所の島川でございます。本来ですね、開発建設部として参加しておりましたけれども、ちょっと内部のですね、組織の改変ございまして、今環境関係、那覇港湾運航整備事務所で担当しているというところでございます。今月入ってからですね、ワーキングとか部会、すでに先行して開催されておりました。その状況ですね、私も聞かせていただきまして、先ほど所長が言われていましたように、石垣市さんの方で横断的な改正が組まれたというところで、また新たにですね、林産の計測の手法の提案とか、そういうことも新たな動きが次々出てきております。これらをですね、いかにこう組み合わせて、現場の方で対応していくのか、特に、大規模なんですね、もの、いきなりやることは非常に難しいんですけれども、こういうものはどういうアイデアで、どんなことをやっていけば、できるのか、ある程度ノウハウは我々の組織の方ではございます。ですので、現場で学識者の皆さん、また現場で、見ておられる研究者の方々等と、研究者以外の、また現場で看護とかですね、見て、おられる方々、そういうところの意見をですね、しっかりと我々聞かせていただいて、今後どのような支援ができるのか、そういうことをしっかりと考えていけたらなというふうに考えているところでございます。この後、ワーキング等でまた議論があるかと思いますので、ぜひ皆様活発なご議論していただければと思います。よろしくお願いいたします。